7月の J1 は6試合が組まれています。ホット6の第2戦目です。 J1 リーグ第14節、この時間は東京ヴェルディ1969と浦和レッズの一戦お届けをしてまいります。東京地方の今日の日の入りは19時、国立競技場すでに照明灯に火が入っています。30分前の気温が 23.4 度、湿度 71% というピッチコンディションです。この試合の解説おなじみの戸塚哲也さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況は田中雄坊、そしてピッチレベルのリポート高木清香さんが伝えてくれます。このヴェルディとレッズ、共に関東圏をホームに待ちます。今日両チームの対戦ということになりますが、ここまでの順位を押さえておきます。まず上位の方にアウェイの浦和レッズ、現在は4位、勝ち点が20です。このあたり前後は混戦状態になってます。そうですね、まあ鹿島がね、1チームだけその勝ち点を、ね、伸ばしているわけですけどもね、やはりこの2グループがね、この鹿島についていかないと、最後のところでね、届かないような感じがしますよね。そうですね、はい、2位のガンバまでは勝ち点差が2つ、まずはこの2位争い1つ抜けておきたいという浦和レッズですね。そうでしょうね、はい、続いて下位の順位表になりますが、こちら14位に東京ヴェルディということになっていますが、勝ち点が14です。はい、まあね、連勝すれば、まだまだね、チャンスはあると思うんですけどもね、はい、前節、まあ、内容もね良くないゲームをしましたんで、はい、今日どれだけそれを立て直すか、そこがポイントですね。それでは今シーズンの両チームのここまでの戦いを振り返っておきます。まずは東京ヴェルディ1969、連勝をすればという戸塚さんの話がありましたが、シーズン入ってまだ連勝はないんですね、はい、そして前節はガンバに大敗です。それではこの東京ヴェルディ1969、今日のスターティングイレブンをご覧いただきます。登録はディフェンス4枚、中盤4枚、そしてフォワード2トップということになりましたが、我々の独自の取材、今日は林健太郎がディフェンスの中央、そして小林がボランチ、相馬山田がディフェンス登録でありますが中盤の左右、そして戸塚さん、今日は森本スタメンできました。そうですね、まあ、前節平本がね、スタメンだったんですけどもね、ここで森本に、まあ、チャンスが巡ってきたんじゃないでしょうかね。アルディレス監督率いる東京ヴェルディ1969、前節スタメンの戸川、平本、今日はリザーブからスタートをしていきます。今日のこのヴェルディの方は注目はどのあたりのプレイヤーになりそうですかね。まあ、やはりね、森本と、ワシントンの2トップ、ここにサイドの相馬、山田がねどうやって絡めるか、そこがポイントでしょうね。対する浦和レッズの今シーズン振り返っています。こちらは初勝利まではちょっと時間がかかったんですが、ここに来て負けがなくなりました。そうですね、特にね、9節あたりからですね、ディフェンスが本当にこうしっかりしてきましたよね、まあ、失点が少ない、そしてまあこの得点力ですからね、まあ、今日エメルソンがねまだ、合流してないわけですけどもね、約50日という中断を挟んではいますが、連勝ときている浦和レッズです。そうですね、勝てばシーズン初の3連勝ということになります。このレッズのスターティングイレブンをご覧いただいています。こちらは前節と11人全く変わりがありません。 3-5-2 のフォーメーションになっています。お聞きのようにそのエメルソンがまだチームには合流していません。そしてアルパイが契約解除ということで、中断前とはスターティングイレブンだいぶ変わりました。リザーブのメンバーご覧の通りになっております。ブッフバルト監督が率いる浦和レッズ、こちらは戸塚さん、今日はキープレイヤーどのあたりになりそうですかね。そうですね、レッズの場合は、まあ、いろんなところからねチャンスも作れますし、全体的にこうどこからでも点を取れるというイメージなんでね、全体全員に期待したいですね。この両チームのそれでは試合前の表情です。ピッチレベルのリポートは高木清香さんです。高木さん、はい、今国立競技場の空はかなりどんよりとはしているんですが、まあ、試合中は持ってくれるのではないかという雰囲気ですね。さあ試合前の両チームの様子なんですが、少し対照的ではありました。まず東京ヴェルディ1969の選手たちはアップ中ほとんど笑い声が聞こえることはなく、集中を高めているという状況、この一戦にかける意気込みが伝わってきました。監督選手ともにとにかく今日は勝つことしか考えていないと話しています。
一方アウェーの浦和レッズは試合前、まあ、前節の逆転勝ちを受けて非常にいいものでこのゲームに臨めたと話しています。選手の表情もリラックスしていました。ただブッフバット監督は大量失点の後のチームは気合が入っている、甘く見てはいけないと気を引き締めていました。以上です。ピッチレベルのリポートは高木清香さんです。ホット6と目を打たれた7月6連戦の第2節 J1 の第14節東京ヴェルディ1969と浦和レッズ、もう間もなくキックオフです。曇り空、照明灯非常に映えています。この緑の芝が美しく照らし出されています国立競技場。今日のレフリーです。国際出身の松村和彦さんが入っています。副審に中込仁さんと中原道夫さん、第4の審判に山口博さんです。両チームの選手がピッチに散りました。ホーム東京ヴェルディ、緑のユニフォーム左側にエンド、そしてアウェイ赤いユニフォーム浦和レッズが右側にエンドです。前半の45分、まずはホームの東京ヴェルディボールです。今日2トップスタメンに起用された森本ワシントン、ボールが動き出していきました。キャプテンマークは2番の山田拓也です。ワシントンに入れ替えて前を向きました。そしてディフェンスラインに向けてワシントンキープしながら仕掛けていきます。ここは一旦ためを作る山田がもう一度絡みます。ヴェルディ小林大吾が下がっていきました。ディフェンスラインに戻します。今日ディフェンスの真ん中に林健太郎が入っています。これは7番の相馬隆人、左の中盤です。ヘディングは4番の林、ボールはレッズです。田中マルクス・トゥーリオ、そして鈴木啓太、タッチを割りました。レッズボールのスローインです。山田に渡します。ディフェンスライン中央にトゥーリオです。右サイドディフェンスは坪井、そしてもう一度トゥーリオ、中盤の右、今日は平川が入ります。レッズの方は前節の逆転勝ちを受けましてスタメンの11人は前節と全く変わりがありません。トゥーリオが前線長いボールを入れていきました。これは直接ゴールラインを割りました。ヴェルディボールのゴールキックと変わります。アルパイがこの J リーグにプレーとして今一つ馴染めないということで、ヨーロッパ市場の空いているこの時期にあえて浦和レッズ契約解除ということになりました。中断明けは戸塚さん、はい、中央にトゥーリオ、右坪井、そして左内館というところ。そうですね、はい、まあ、なかなかね、レッズの方はバックラインがね、その3人っていうのが誰にしようかっていうかね、同じメンバーで戦えてなかったんですよね。特に今シーズン最初はそうでしたよね。まあ、その辺がね、結果としてね、こう出てきた部分もあるんですけどもね。中断明けまだ2試合目ではありますが、このディフェンス3枚は安定しています。この先の安定度を図る上でもこのホット6の2試合目になります。第14節の戦い、非常に大切な試合と言ってもいいでしょう。ヴェルディは山田です。今日スタメンの森本、前を向きます。倒れました。ホイッスル、ヴェルディボールです。ボールの前には小林義行、17番の森本は今ペナルティーアーク付近、距離的には戸塚さん、直接狙える距離でしょうか。まあ、ちょっとこう長いですけどもね。22番の平野、ボールの前、はい、距離だと思うんですけども、平野と小林大吾、この辺りはどう言葉を交わしたか。左なら平野、右なら小林大吾、小林大吾がいた、直接ショートバウンド、キーパー都築が抑えました。ちょっと足を取られたパントキックです。グラウンダー、しかし田中達也につながります。さらには長井から右から仕掛ける、エリアに入る、倒れた。 PK はありません。山田が前がかり、エリアに入っていきましたが、最高の速攻の形でしたけどもね、
鈴木のパントキック、足を取られてどよめいた国立競技場。3人のプレーヤーが絡んで一気にベルディのゴール前まで行きましたが、山田が倒れたシーン、これは松村さんのホイッスルありませんでした。いや本当にね、微妙な、ね、プレーでしたね、ボールが一旦デッドになった後、今のは PK じゃないのかということで、レッズのイレブンがちょっとレフリーに詰め寄るシーンがありました。倒れているのは先ほどエリアの中で倒された山田です。今のシーン、そうですね、ついているのは平野です。ちょっとね、交錯したっていうか、あの平野の足がかかったようにも見えましたけどもね、まあ、故意ではないような感じですよね。キャプテンマークの山田信久、まあ、中断前は中盤の右サイドというところが多かったんですが、どうやらフォーメーション見ているとレッズの方はこの山田トップ下、はい、そして右に平川、左サントスということで中盤はよろしいでしょうか。そうですね、まあ、前節もね、シュート決めてますしね、まもなく時計は前半の5分です。田中さん、はい、アレディレス監督、今日最初の指示はディフェンスの上村選手にでした。もっとしっかり声を出していけというジェスチャーをしました。ヴェルディのディフェンス上村は左サイドに入っています。背番号は19番です。まあ、先ほど上村のこのエリアに山田が飛び込んでいってカバーをしたのが平野というシーンがありましたね、はい、左に振っていきます。内立て、そしてサントスがチャレンジ、上げてくるエリアの中、ファーサイド詰めておりませんでした。レッツコンフェデレーションズカップ日本代表、国際経験を重ねて戻ってまいりました、この8番のサントスです。まあ、レッズの左サイド、ベルディの右サイド、山田ですよね。このマッチアップもね、一つ注目したいですね。そうですね、お互いにこの攻撃的な部分持ってますからね、内立ての後ろをスーッと森本が寄せていきます。鈴木はタッチライン逃れました。ベルディボールのスローインです。この森本がボールをもらいに行きます。山田はその森本を飛ばして直接エリアの中のワシントンか、クーリーを読んでいました。今日スタメンの森本貴之、今シーズンこれでスタメンは4試合目ですが、この森本スタメンのゲーム、ベルディまだ負けがありません。今シーズンです1勝2分けという戦績が残っています。小林大、山田です。中を見る、中には3枚揃っていますがディフェンスラインに張り付いた状態。山田は仕掛けていく、サントスを振り切りに行きました。今フラッグが上がりました。ゴールライン割りました。レッズボールのゴールキックがあります。サントスもね、早いわけですからね、それに山田がね、今スピードで勝負しましたよね、はい、この山田も日本代表に名を連ねてはいましたが、怪我でそうですね、この機会をしたというところ、はい、1年後いよいよドイツ、まあ、視野に入ってきましたからね、アピールをしてもらいたい選手の一人ですよね。内立て、田中達也が下がります。長谷部、右を向くサイドチェンジ、右サイドです。鈴木啓太、坪井です。トゥーリオ、ゆっくりとディフェンスラインです。レッツ、サントス、山田、早い仕掛け、レッツボールです。内立て、前を向く長谷部、どうするか、ファーサイド気味、通ればチャンス、田中達也、ボールはこぼれてきません。相馬の対応がありました。押し合いが鈴木啓太です。中を見た、上げてきた、ゴール前、2枚いましたが打てませんでした。浦和レッズ、森本に対するファール、内立てです。ベルディボールになりました。序盤から、ね、両チーム激しく、はい、なんていうんですかね、マークには行ってますよね。小林義行、まあ、レッズの場合は中2日、まあ、ベルディは中3日なんですけどもね、
その疲れっていうのを、ね、こう感じさせない、まあ、立ち上がりですね。平川前を向く右サイド、中に預けて山田です。2トップがエリアに入った。山田どうする、自ら打つか、流した、長谷部、長谷部シュートコース上げる、右足のシュート決まりました。長谷部先制は浦和レッズ。ディフェンスラインの前からバイタルエリア、長谷部誠のシュート決まりました。いや、ゴールキーパー高木がね、一本も動けなかったですね。ちょうど長井田中という2トップがエリアの中で動いて、おとりのような形になりましたか。そうですね、まあ、ここ人足りてましたからね、ちょっとブラインドになったか、当たってますかね。あ、なるほど、林でしょうか、体に当たってコースが変わりました。この長谷部のシュートです。綺麗にゴールネットが入れました。田中さん、はい、今の得点シーン、アルディレス監督微動だにしませんでした。ただじっとしてシーンを眺めていましたね。そして一方のブーフバルト監督、大きなガッツポーズが出ました。この前半8分、非常に早いタイミングでのゴール、これは両チームの監督の表情を見ても戸塚さん、意味があるゴールだということでしょうね。そうでしょうね。まあ、ヴェルディの選手がですね、前節7失点してますからね、はい、その後遺症がね、こうなければいいんですけどね。ヴェルディ3日前のガンバ大阪戦、これは万博でのゲームだったんですが、前半を0対1で折り返して、そして後半は6失点、合わせて7失点で敗れたというゲーム。この時は、はい、どうぞ高木さん。内田選手が少し痛めていますね。ディフェンスの左、内田です。顔ですかね。何か鼻血が出始めたようなスタッフの対応がありましたけれども、一度内田でピッチを後にするようです。森本と接触したところだと思うんですけどね、鼻血出てますね。あ、そうですね、出血が見られます。一旦ピッチを後にします。ディフェンスの左に入っている内館です。ボールはレッツキーパーの都筑から、今日はホームがヴェルディ、そしてアウェイがレッツなんですが、この国立サポーターのボルテージ、戸塚さん、圧倒的に画面向かって右側、ね、レッツですね、はい、そのボリュームの差、これはかなりの差があります。田中さん、はい、今私はヴェルディベンチの真横に立っているんですが、やはりレッツサポーターの声の方が本当によく聞こえてきます。そのレッツ、長井の仕掛け、エリアに入ってきた、自ら勝負に行くか、2人つきました。ヴェルディ小林と伊勘人が潰していきました。割って入ることはできませんでした。今内館が戻ります。ちょっと鼻血ということで血が止まるまでピッチを後にしていました内館ですが、今戻りました。前半8分の段階で長谷部のゴールが決まりました。浦和レッズ1点のリード。さあ戸塚さん、この後このゲームの見どころというのはどのあたりになっていくでしょうか。まあ、そうですね、このペース配分、あとは自分たち そのリズムでサッカーができるかどうか、このまんま そのリズムでいくと、若干、ね、こうレッズのペースでいきそうな雰囲気がありますからね、そこをどうにかね、ヴェルディは持ち前 そのパス回しでですね、自分たちのリズムを早く取り戻したいですよね。前節後半はこの1点のビハインドを跳ね返すためにディフェンスをほぼ2枚という形、そしてアルディレス監督を前上がりに来て6失点、試合後の会見では全責任は私にあると2回繰り返しました。それを受けての今日、実はディフェンス4枚登録ということで来たんですけれども、これ、まあ、この林健太郎をディフェンスの真ん中に入れてフォーメーションとしてはあまり変えてきませんでした、はい、そうですね、登録山田相馬をディフェンスにしたあたりはちょっと裏ベンチを警戒したというところもありますかね。まあ、ヴェルディもこの形っていうのはね、何度も練習してますしね、やっぱり 3-5-2 に今こうやりやすいシステムではありますよね。ボールは長谷部です。レッツ、そしてボランチ鈴木啓太、さらに右は平川です。
平川前を向く仕掛けるのか中に切り込んでくる田中ですが後ろからのボール受けた。そして中に1枚いる長いになったクロスバーの上です。タイミングはドンピシャリ。そうですね、長井が触れなくても今山田ですかね。この平川のからのボールも非常にいいボールでした。そのまま折り返していきました田中です。中央長井のオーバーヘッド、わずかにクロスバーの上。ベルディキーパーは高木からのボールになります。トゥーリオがヘディング一発。そしてこちらは林です。中盤ルーズ、平野、頭、ワシントン、前を向く、左に森本、その森本へ、その前にトゥーリオ、ホイッスル。これは上村と田中達也でしたが、田中達也のファウルです。ベルディーボールになりました。早いリスタートから相馬が仕掛ける、早めに入れてくるアーリークロス、精度を欠きました。ゴールラインを割っています。ベルディに関しては自分たちのリズムでという話が先ほど戸塚さんからありましたが、失点の後ベルディのリズムいかがでしょう。いや、まだまだね時間ありますからね、じっくりやればいいと思うんですね。決して焦る必要はないですから、まあ、その辺ね中盤の、小林大吾、平野あたりがですね、その自分たちでそのゲームをねしっかりこう作っていけるかどうかですよね、はい。平川から前、山田を狙ったボールタッチを割りました。レッズボールのスローインです。鈴木啓太、ボランチの鈴木、ボールを長谷部を飛ばします。内立て、そしてタッチライン沿いサントスで、そのサントスの前山田、これはサントスがもらいたい位置と内立てコンビネーションが合いませんでした。早めのスローインを森本へ、ボールをものにできません。ベルディのディフェンスラインに山田が吸収をされています。そしてそのベルディはワシントンから小林義行通りませんでした。内立てボールをキープ、右に振る、ここに平川が戻っています。平川から田中達也、山田信久、後ろに小林大吾、早いチェック、足を伸ばしてポゼッション譲れませんでした。レッズ鈴木啓太から、あっとこれはマスピスだ。ワシントンから森本通りません。トゥーリオ、そして長谷部です。前を向きます。左にサントス、しかしサントスは使わない。長井には通りませんでした。ボールベルディ、小林大吾から小林義行、左に相馬です。その相馬に渡します。平野がスーッと左サイド縦のスペースに走ります。そして森本、ワシントンがというと森本が引いてきました。ここに平野、ワシントンがエリアの中、ワシントンに向けてですが、頭上、これはワシントン越えていきまして、ファーサイド山田にも届きません。ボールサントスから前、長井下がってきてこのボールに触ります。内立てからサントス、田中達也が上村を引き連れて、これは上村のファウルになりました。レッズボールです。田中達也を倒しました。レッズボールになった後ベルディの布陣を見ると、やはり登録上のように相馬と山田はいつもの試合に比べるとディフェンスラインを気にしながらのプレーになるんでしょうかね。行くのが山田です。その山田をかわしたサントス、狭いスペースに入ってきた、5枚かけていきましたベルディ。小林大吾、林がスーッと出ていきました。林胸のコントロール、ワシントン、林健太郎センターサークルの中から今後ろに戻っていきます。ボールは前線のワシントンから森本です。左の相馬、中盤仕掛ける相馬、前は平川です。レッズ相馬と平川、山田も入っていきます。2枚に縦を切られて戻しました。相馬、小林義行、ボールに触れません。レッズに移ります。鈴木啓太から、このボールはまたレッズのディフェンスラインです。坪井からキーパーの鈴木。ベルディも中盤でいいチェックはしてるんですけどもね、取ってからのミスパスがもったいないですよね。そこをつないでればチャンスになりますよね。早いタッチで行こうという意図は伺いますが、つながってきませんね。そうなんですね。坪井から長井、落として平川、鈴木啓太、
この辺りのベルのプレッシャーはまだあまり激しくはありません。内館からサントスです。さて小林大は切って小林義行連動したチェック。ボールはしかしかいくぐって長谷部です。スーッと永井がスタートを起こす。よくこのコースを切りました相馬。しかしレッズにもう一度ボールが移る。平川かなりいい位置です。永井そして平川が田中達也か。ギリギリを遺憾人が切りました。前を向いてワシントン行く手を阻んでしまいました。内館のファウルです。このワシントンはこれまでリーグ戦ナビスコと今シーズン国立2ゲームありますが2ゲームともゴール2試合で3得点を決めています。国立には非常に相性のいいワシントン、そしてスタメンでは負けのない森本とのコンビです。アルディレス監督、外国人監督でありますが弦を担ぐということはあるんですかね。どうですかね。オフサイドフラッグが上がっています。田中達也、まあ、データ的には知ってるでしょうけどもね、まあ、それにはこう期待しているとは思えないんですけどね、どちらかというとやはりこのワシントン国立のゲームというよりはこの今シーズン全般的にやはり得点ランキング2位につけている得点力と、それからあとはその国際経験を積んできた森本、こういったところの期待の方が大きいでしょうか。そうでしょうね。ボールサントスです。レッズ小林大吾絡み切れず、サントスから前線遺憾人ルーズボール、長谷部が拾う、前を向く長谷部、縦に田中達也感じていませんでした。まあ、レッズの方はね、今ミスパスになりましたけども、得点を決めた長谷部、はい、彼がやはりそのゲームメイク、それとチャンスボールをですね、いいタイミングでこう出してきますから、彼からのボールっていうのがね、レッズとすればチャンスになりますよね。先ほどおっとこれは長い通ればチャンスですがボールは出ていない。田中達也があえてニアに来たんですが永井は中央に上げてしまいました。今永井は悪い悪いと動きが見えていなかったというふうな仕草を田中に送っていきました。レッズボールのコーナーになります。高さのあるトゥーリオエリアの中に向かいます。キッカーはサントスです。坪井も入りました。ペナルティエリアの中、先制ゴールは前半の8分、長谷部流れから取ったゴールですが、セットプレーレッズどうでしょう。レッズのコーナーは1本目です。右から中央で競り勝てませんがこぼれたところ、長谷部が張っていましたが、ボールワシントンです。ワシントン1人かわす、左に森本、右に小林大吾、ちょっと持ちすぎましたか。そうですね、ここが繋がればというねところだったんですけどね。長谷部左に振っていく、ここに待つのは永井です。永井中央、まだトゥーリを待っている。永井自ら打つか、中に切り込んでいく、外を使いました。右サイドサントスがキックから戻っている。サントス勝負か、エリアに入ったサントス、2人つきました。山田もついています。山田と相馬の対応を戻しました。平川です。まだボールはレッズ、長谷部縦が空いている。先制ゴールは長谷部です。かわした外、苦しい体勢、山田がつきます。これはあえて山田に当ててコーナーを狙った長谷部ですが、ゴールキックになりましたね、はい、この前半8分長谷部のゴールがありました。浦和レッズ1対0、1点のリード。ベルディは山田という名前、そして先ほど戸塚さんからレッズはこの長谷部がやはり日本代表を狙いたいプレイヤーだという話がありました。そうですね、本当に呼ばれても、ね、おかしくない、選手だと思いますよね、今シーズンは長丁場ともすると、まあ、消化ゲームというふうなものがシーズン終盤にはあっとこれフラッグが上がっていないが、キーパー高木がエリアを飛び出してのヘディングクリアです。順位や展開によっては消化ゲームというものも出てきそうですが、ワールドカップ控えているだけにどのチームのどの選手も一戦一戦これはアピールの試合というのは、もちろんそうですよね。今シーズンは最後の最後まで続いていきますよね。相馬です。この相馬も日本代表に向けての突破か。平川縦を切る、ホイッスル、これは相馬のファウルになりました。レッズボールです。早めのリスタート、ボールは動いています。山田
ちょんと出しましたが、ここに選手は走っておりません。田中さん、はい、ヴェルディのアレグレス監督、あっと田中達也入りの中、コントロールが長すぎました。絶好のチャンス、まあ、ヴェルディのミスでしたけどもね、何かこのね、ディフェンスラインがね、こう落ち着かない感じですよね。今のシーンですが、まあ、このね高木の判断も良かったですけどね、田中達也のこのワンタッチ目、ツータッチ目ですね、これが伸びすぎました。大きかったんですね、はい、そこを見逃さずに足元飛び込みましたけどね。田中達也はすでに起き上がっていますが、キーパーの高木が若干起きるのに時間がかかっています。田中さん、はい、少し手を気にしているようですね。左手でしょうか右手でしょうか。この間にアルディレス監督は山田に指示を与えています。田中さん、はい、アルディレス監督、山田選手の指示がかなり多くなっています。まあ、一番近いサイドということもあるんでしょうが、山田選手にかなり開け開けというようなジェスチャーをして指示を送っていました。その山田が小林大吾とも言葉を交わしました。前節はこの山田ベンチスタートでした。7失点大敗を受けてのスタメン起用、まだまだ 100% ではないんでしょうが、やはりアルディレス監督、今日山田は外せない一人としてのその役割をこのゲーム中の指示にもたくさん表しているようですね。もちろんそうですね、キャプテンでもありますしね。それから開け開けというアルディレス監督の指示ですが、これはこれまでのゲームの中でどういったところを指しているんでしょうか。やはりもう少しボールを受けてそのサイドから起点になってほしいという指示だと思うんですね。その山田の後ろにはサントス、小林大吾には山田を使いません。小林吉から左を使っていきます。相馬縦が空いています。平川がスーッと寄りました。相馬どうする。大外平野が回ります。そのまま上げるか、森本に受けた、森本前を向ける、早いプレッシャー、浦和レッズ。上村この位置、小林大吾かなり高めの位置です。森本から平野、相馬、相馬上げるエリアの中、ワシントンファーサイド、頭で折り返す、右足のシュート、小林大吾の右足わずかにマウスを外れました。いや、いい攻撃でしたね。高い位置でボールをキープしてサイドチェンジから折り返し中央、小林大吾です。これまでパスミスというキーワード戸塚さんから何回か出ていましたが、はい、パスのミスがないと、そうですね、やはりつながればチャンスになりますよね、はい。ここは平川キープです。レッズ狭い範囲に自らも一人で持ち込んでいこうというところ、平川に対する森本のファールです。これは田中達也、失礼、山田がボールを動かしましたがボールの位置を直させます。レフリーは松村さんです。レッズ勝てばシーズン初の3連勝。前節はアルビレックス逆転勝利で破ってまいりました。ボールの前にはサントス・アレサンドロ1人、山田は外れました。トゥーリオが山田と言葉を交わして今エリアの中に向かいます。サントスはどこを合わせる、そのトゥーリオに来た、バックヘッド、2点目レッズ。山田と言葉を交わして遅れたタイミングでエリアに入っていたトゥーリオ、足を止めることなくボールに合わせていきました。バックヘッド、どうですかね、触ってるんですかね。見てみましょう。2点差になりました。今のシーンです。触ってますかね。触ってますね、流れの中から1点、そしてセットプレーで1点、浦和レッズ前半の27分までに2点のリードということになりました。サントス1人かわす、中を見る、これはサイド大きく変えます。右の中盤、平川です。
平川エリアの中、永井を狙っていく。まあ、決してね、あのヴェルディの選手のその、まあ、高さ的にはね、はい、ヴェルディの選手の大きい選手が多いんですよね。もちろんレッツでいうとトゥーリオ、坪井、内立、はい、この辺が180、以上なんですけども、うん、彼らぐらいしかいないですからね、逆に言うと、まあ、チームの中では一番高いトゥーリオ185センチ、頭に合わせていきました。サントスのキックでした。ただ180センチを超えるプレイヤー、まあ、キーパーの高木を除きますとヴェルディのフィールドプレイヤーには7人おります。いますからね、はい、100以上いますからね。この辺りの高さの対応ですから、高さの対応だけではない何か、ね、やはりこの辺りもヴェルディディフェンス面に関してはちょっとずつ狂いがあるんですかね。田中さん、はい、アルディレス監督かなり渋い表情をしていますね。先ほどと同じくもう全く表情を変えないんですが、ちょっともう苦々しい表情となってきました。森本から戻します。ヴェルディは小林義行です。中盤でキープ、小林大吾が下がってまいりました。小林大吾前を見る、平野に通します。平野前を向いた、大外相馬が行く、平野さんが打つのか、コントロールがわずかに長いとすぐにチェックが入っていきます。ここは鈴木啓太のチェック、こぼれ球は相馬を抑えます。上村、林を飛ばして伊勘神、林健太郎、縦に平野から小林大吾、この辺りレッツのプレッシャーはあまり激しくはありません。永井と田中が連動してプレッシャーをかけに行く。森本、小林義行、森本、レッツのディフェンスラインも完全に引いています。森本、狭いところ自ら追っていきました。伊勘神のミスから田中達也にボールが移る。激しいチェック、これはレフリーの目の前でした。伊勘神倒れているのは田中達也です。自らのミスで失ったボール、激しめのプレー、レフリーの目の前でした。20番の伊勘神、田中が起き上がりましてレッズボールです。トゥーリオからリスタート、ボールを受けるのは長谷部です。長谷部、内立、トゥーリオ、サントス、長谷部には通りません。ボール山田、ヴェルディです。小林大吾に対して速いプレッシャー、長谷部、小林大吾は倒れました。ヴェルディーボール、中断後のヴェルディはこれで2試合で9失点目ということになっています。まあ、前節は前上がりに行ったための失点ということを差し引いても、アットワシントンどうでしょうか。小林義行ちょんと出していく、平野感じていましたが縦に割ってボールを物にできるか、こぼれるところ相馬、相馬立ち上がる、相馬えぐる、相馬上げられるのか、最後は相手に渡ってゴールライン割りました。コーナーキックです。ヴェルディ、ヴェルディのコーナー、この試合初めてということになります。左から ものすごいブーイング、レッツサポーターの陣取る右側のゴールになります。小林大吾のキック、ぐーんとこう描いてこぼれたところ、小林義行うまく対応していきましたが、最後は山田に当たりましたかね、味方に当たったんですね。こぼれ球は不意をつかれたタイミングですが、小林義行よく反応をしたんですが、あ、山田のクリアですかね。この山田もよく反応しました。山田拓也の前の山田信久のクリア、競り勝ったのは平野です。森本に突くのは坪井、森本キープ、坪井を背負う、前を向くのか森本、森本キープ、森本割って入る、3人目のトゥーリオにクリアをされました。ああいった姿勢を森本にはどんどん見せてほしいですね。今度はワシントン、前を向きます、スペースに余裕があります、
左田中、右永井、持つのは山田、そしてサントスの上がりを持つ、サントスがえぐる、上げるか、ゴール前2人、これは最後サントスに当たったというジャッジ、ベルリーボールのゴールキックになります。今レッツの方のボールを取ってからが早いですね、この山田もですね指示をしながらなんですが、そうなんですね、田中達也に中へ入れという指示でしたよね、そして田中に単純に渡さずにサントスの上がりを待ちました。サントスはトップスピード左サイドで受けて折り返していこうというところをベルリーのボールに変わっています。この辺りも田中、相手のボールではないと見るや前線若干無理と承知でもこれは追いかけていきます。やはりレッツの方はベルディちょっと守備面ではおかしいぞというところをピッチ内でも感じてるんですかね。山田の入れるボール森本には通りません。こぼれ球林健太郎から山田拓也です。山田前を見ています。ワシントン狙い、トゥーリョが跳ね返していきました。タッチ終わりました。ベルディボールのスローインです。2点のビハインドです。東京ベルディレッツ陣内のスローイン、山田から小林大吾、山田拓也、小林大吾戻して林健太郎、ディフェンスラインがすでにハーフエレンまで来ている。ベルディは平野から前線、森本ファーサイド逃げる、右足、内立の視野から消える動きを見せていきました森本貴之。折り返すことはできませんでしたが、ベルディのコーナーキックに変わっています。今度はサイドが変わります。相変わらずのブーイングはレッツサポーター。ベルディはセットプレー大事にいきたい。小林大吾からトゥーリオが高さで勝っていきました。平野が取りました。セカンドボール左から上げてくる。ワシントンの頭か、ファールがあったんですかね、はい、ファールはベルディです。レッズボールになります。前半残りは10分を切ってまいりました。手元の時計、何かベルディが攻めよう攻めようとはする意識見えるんですが、その裏にある守備のほんのわずかな乱れをレッズに突かれている、こういう印象がありますが、戸塚さんはこのゲームここまではどういうふうに映ってますか。そうですね、あのベルディがやりたいことっていうのはね、こう感じるんですけども、それがミスにこうつながっていく場面が何度かありましたよね。そこの辺から自分たちのリズムがこう作れてないんですね、逆にね、はい、それとボールを持ってからのその連携の、まあ、動きっていうんですかね、はい、それが今度ギクシャクしているのがベルディ、うまくいっているのがレッズというような感じがしますね。やはりボールを持った時に周りの選手が何を考えてどこへその、まあ、ポジションを取るかっていうのはね、はい、レッズの選手の方がその辺が早いですね。お互いのまあ信頼関係っていうんですかね。逆にベルディの方はボールを一度こう止めてからね、こう考えるようなシーンが多いですよね。すでにゴール数では2つの差が開いています。戸塚さん、そのあたりわずかな差なんでしょうか、大きな差なんでしょうか。いや大きな差でしょうね。やはりそのシュートまで、なかなかベルディの方はそのシーンまで持っていけてないですからね。やろうとしていることに対するその両チームの差が2つのゴールの差に現れています。ベルディは小林ラインはキープです。この辺もそうですよね。田中達也のボールになってしまいました。山田です。まだ山田がボールをキープしそうだ。大外サントスが左から走っていく。長いファーサイド、田中のセンターにキーパー高木、まあ、中盤でつなごうとしてるんですけども、ミスパスになってますよね。そこからまあ、そこを、はい、こうレッズの方に、されているということですよね。まあ、早めのタッチで味方に渡そうというこのベルディの各プレイヤーのパスの意図は見えますが、
パスミスというものをこの試合始まってから考えますとかなりの選手がやってますよ ね、 まあ、一つはですねピッチが若干、ね、こう濡れてる感じがするんですね、ボールのスピードがですねちょっとこう速いようなそれにこう戸惑ってる感じがしますよね。長谷部からのボールオフサイドフラッグ上がっていない田中達也、田中達也ボールキープ、いい感じ前を塞ぐ田中達也、打っていった、もう一度か左足、この辺り、まあ、よく言えば積極的、そして強引とも言うんですが何かそうさせてしまう今日のヴェルディがいるんでしょうね。もうね、今の、まあ、簡単に、ね、こう前を向かして勝負させるその体勢を作るっていうのがね、ここもバックヘッドからボールは田中達也だ、ここも結局引いてしまうんですよね、田中達也が前向けるわけですよ ね、 そうですね。サントスが来ました、長い中央で待つ、上がってくるボール、イカンジンゴールライン逃れましたが、今のもあの相手のフォワードがですねエリアの中に入りやすいようにラインが引いていきますよ ね、 すね、はい、ベルディの方は、まあ、やはりその3バックがですね少しその足に自信がない、スピードに自信がない分引いてしまうという可能性はありますけどね。左からのコーナーですレッツ、キッカーはサントス、ストレートボールをファーサイドへ、闘莉王を狙っていきました。平川につくのは森本です、森本キープした、森本うーんここは縦、平野には合いませんでした。さあこのボールまたレッズが取りました、山田からサントス、さあベルディのディフェンスラインの対応どうでしょうか、裏を狙うボールファーサイド、田中達也折り返した、オフサイドフラッグです。まあ、ベルディは助かりましたね、早めのリスタートです。ベルディ鈴木啓太から、ボールは山田、そして田中達也、スーッと上がってきました。鈴木啓太は一旦戻して長谷部です。平川が外に開く、ゴール中央田中長井が入っていく、打てるか鈴木啓太、ファーストコントロールが大きかった、今日ゴールを1つ決めた長谷部から山田、そしてサントスチャレンジに行く、サントスつくのは相馬ですが、サントス山田のファールです。レッズいい位置でのフリーキックになりました。今日はトゥーリオのゴールをすでに演出しています、サントスのフリーキック。日本代表の左サイド定着した感はありますがまだ1年あります。サントスもやはりアピールは続けなくてはいけない試合が続きますね。もちろんそうですね、あとは怖いのは怪我ですよね。この日本の左サイドを狙うのがヴェルディの相馬、7番です。エリアの中に入っています。ボールの前4人は永井、サントス、山田、トゥーリオと来ていますが、先ほどサントスのキック前に山田とトゥーリオが話をして、ね、トゥーリオがエリアに入ってきましたが、はい、ここは5人、田中達也も来ました。何が考えられますかこの回は。いや何個かバリエーションがあるんでしょうね。その中で何をしようかということだと思うんですね。正確に補足したのはサントス・アレサンドロ、右足なら山田、山田が行った、コースが変わった、3点目、5人の話し合い見事的中、ヴェルディの足が完全に止まりました。3点差、浦和レッズしてやったリセットプレー、これでヴェルディは2試合で10失点目になりました。ワシントンですかね、トゥーリオについてたんですよね今ね。サントスが蹴ると見せかけての山田のキック、もう高木はキックに合わせて完全に逆に反応しておりました。田中さん、はい、ギドビフ・ブッフバレット監督もものすごい満面の笑みです。大きなガッツポーズが出ました。そしてすぐに選手たちに時間を確認しろと、落ち着いていこうと声をかけています。手元の時計、前半はすでに2分を切っています。残り時間です。ベルディ平野、いい位置から相馬、中4枚上げた、
ワシントンへのボール合いませんでした。林健太郎、前半のうちに一つでも追いついておきたいのはベルディです。ファーサイドワシントン、ここは狙うのか。コントロール、若干長いところ内立てがすぐに飛び込んでいきました。珍しくボールコントロールミスしましたね。そのワシントンが自ら入れる山田へのボール、山田からつくのサントス。ここはベルディボールのスローインです。かなり汗もかいています。運動量を上げているワシントンですが、まだゴールは生まれていない。そのワシントンの頭を越えてしまいました。このボール、ここはベルディボールになります。まだ今日はゴールがありません。田中達也、チームで3つのゴールが決まっていると、そろそろ自分がというところあるでしょう。田中さん、はい、前半ロスタイムは2分です。3点差で折り返すのがベルディ。ロスタイムは2分の表示です。森本、レッズ陣内、ボールは長い、オフサイドフラッグは上がらない。ファーサイド、田中達也1枚走っている、中央ちょっと遅れて山田が入ってきた。長いが山田に合わせた右足、どよめきとともにボールはゴールマウスの右側にそれていきました。どうでしょう戸塚さん、はい、ロスタイム2分ですが、ベルディとしては追いつきたい戦いか、そのまま箱根逃げ込みたい戦いか。まあね、どうにかね1点返して折り返したいですけどね。この森本もワシントンもレッズ陣内積極的に仕掛けていきます。林健太郎からいかんじ、レッツボールです。かなり両チームの選手に汗が光っています。長いボールを鈴木はサントス狙いですが、これは山田拓也が勝ちました。しかしボールは長いに落ち着ける。山田信久スルー、サントス左サイド、サントス山田に対してのチャレンジ、戻して長いがこの位置です。長いもチャレンジか、中に割って入っていく。長いキープで縦に送る、田中達也感じていましたがコースを変えられました。さあベルディ1点を返しておけるのか。平野一旦後ろを向いて入れ直します。相馬、ここで長いホイッスルがありました。前半の45分の終了です。結局アウェイの浦和レッズが前半8分この長谷部の流れからのゴール、27分は田中マルクス・トゥーリオのセットプレーのバックヘッド、そして3点目は山田信久のゴールという現在のところの記録になっています。3点差レッズがリードをしているという状況です。さあ戸塚さん、はい、この前半を振り返っていただきます。まあね、長谷部の、ね、得点というのは、ね、まあ、仕方ない得点だと思うんですね、はい、ただその追加点に関してはですね、やはりベルディ の, そのディフェンダーの集中力、そんな感じがするんですね。決してやらなくてもいい点をね、2点、まあ、プレゼントしたような形になりましたよね。ベルディの攻撃の良さを出す前に、まずはこのディフェンスでの対応というのを後半は考えなくてはいけないかもしれないですね。この放送、国立競技場からお届けをしています。ホットシックス、7月は6試合が組まれています。 J1 その2試合目ということになります。
J1 は第14節を迎えています。東京ヴェルディ1969と浦和レッズの一戦、国立競技場からお届けをしています。後半も皆様には戸塚哲也さんの解説でお楽しみをいただきます。それではこの前半の得点シーンを VTR で振り返ってまいりましょう。まずはレッズ前半8分、戸塚さん、非常に早いタイミングで試合が動きましたね。まあ、この長谷部の、ね、はい、シュートはまあディフェンダーに当たって、ね、コース変わったんで、まあ、仕方ないと言えると思うんですよね。ただ時間としてはこの前半8分で試合を動いたことというのはその後の明暗を分けたような気がします。まあ、そうですね。その後やはりヴェルディの方が自分たちのこうリズムにね、はい、対応としたんですけれどもね、それがこう逆になったような感じがしますよね。追加点は前半の27分、今度はセットプレーでした。このトゥーリオが山田と言葉を交わして密集の中に戻って足を止める間もなくそのままバックヘッドです。ついてたのが山田だと思うんですけどね。さすがトゥーリオ、高さありますね。そうですね。これでレッズがリードを広げます。その後ですが42分、ここはですね5人がボールの前に集まるシーンがあったんですね。結果これどうやらこのワシントンの頭にも当たったように見えますけれども、ね、公式発表はですねこの6番の山田信久ということになりました。ヴェルディの方はあの5人の話はちょっと惑わされた部分もあるんですかね。そうですかね。まあ、本当にこう運もねあのレッツにこう傾いているような感じはしますね。ということで前半のスタッツをご覧いただいていますけれども、得点が3点差つきました。この数字ご覧になって戸塚さんいかがでしょう。そうですね、この、まあ、6本で3点ですからね、はい、5割の確率、まあ、崩されてね、あのヴェルディが失点したというのではないですからね、はい、何かもったいないような感じがしますけどね。田中さん、はい、両チームともに交代はありません。後半メンバーチェンジはない両チームです。さあピッチに散りました。もう間もなく後半の45分のキックオフです。エンドが入れ替わりました。アウェイ3点リード、赤いユニフォーム浦和レッズボール。長井と田中達也からボールが動き出します。すぐさま森本がカットしました。ワシントンにはつながらない。山田信久、ちょんと平川、狭いところ田中達也、レッツボールです。田中が倒されています。3点のリードになりました浦和レッズ。今のシーンですがこれがヴェルディのファールになりました。レッツボール、ちょんと出したリスタートになります。トゥーリオから改めてエリア、長いこぼれたところサントスが追います。山田拓也がつくエリアに今3枚入った。サントスはチャレンジに行くのか。左サイド引いています。引いてくる、戻す、長谷部打つか。長谷部今日は一つゴールがある。戻した、鈴木啓太流す、山田信久、大外平川待っている。エリアには2トップが入っている。山田中に切り込んでくる、縦を切られました。長谷部戻して鈴木啓太、左サイドのサントスには通りません。ここで小林義行のカット。うーんと、しかし鈴木啓太からサントスだ。もう一度レッズ、今田中達也中央、ちょっと遅れて長いですがサントス折り返すことができません。ちょっと足を引きずって倒れ込んでしまいました。サントス、ヴェルディのゴールエリアわずかに外です。ゲームは流れています。レフリーの松村さんはサントスの動きを気にしながらゲームは流しています。ボールは平野がキープです。ヴェルディ、外相馬、中央ワシントン、ファーサイド森本、森本か。その前にキーパー鈴木。ここもね、鈴木からいいボール出ましたよね。確実にプレーに戻ったサントスへ。まあ、前半にもこういうシーンあったんですけどもね、あのレッズの狙いの一つですよね。長いです。
永井前を向く、外に山田、中央田中達也、永井の元にまだボールがあるぞ、永井中に切り込む、永井、永井打つのか、永井まだ前へ行こうというところ、永井右足粘り勝ち、狭いところ狭いところ諦めずに行った永井雄一郎。今のは何人抜いたんですかね。綺麗な抜き方では決してありませんでしたが、最後まで諦めなかった永井。今のシーンもう一度見てみましょう。田中がいました、サントスも左にいましたが、まだ持ちます永井。これでも諦めずに最後は高木に当たって入りました。絶対にやらせてはいけないプレーですよね、まあ、この辺のベルディの、ね、選手の気持ちの問題ですよね、はい、永井のあのしぶといドリブルが止まりませんでした。ベルディはこれで4失点目、レッズは4点差です。いやまたこれ後半の立ち上がり、戸塚さん2分というところです、はい、ハーフタイムでベルディちょっと立て直しが効いていないというところを露呈してしまったんでしょうか。森本のボール後ろからワシントンのフォロー合いませんでした。ボールはトゥーリオ、レッズに移ります。今度は田中ここもそうですよね、チェックいかないんですよね。前線に簡単にボールが入りますよね。これ非常にレッズにすればそう楽な展開ですよね。これはディフェンスラインからでも、それから先ほどのキーパー続きのパントキックからでも同じなんですよね。オフサイドフラッグは上がりません。田中達也ボールが伸びすぎました。ゴールキックと変わります。永井のゴールは後半立ち上がりの2分です。まあ、これまで前線の2人が取っていませんでしたが、この試合に後半立ち上がりトップが得点を加えてきた。何かレッズの方はどん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 勢いに乗っている印象があります。あとワシントンバックヘッド、森本が受ける。森本そのまま狙っていく、距離はかなりありました、ディフェンスラインの前から。ただ1本打っておきたいという森本の気持ち。まあ、そうですね。長いヘディングで流しましたが田中には合いません。林から小林義行、戻して山田拓也、平野の前に上村の対応です。大外相馬がいます。相馬前は平川が切る。相馬中に切り込みながらまたぎを入れて外に逃げながら今入れてくる。坪井が読んでいました。山田のボキサ、坪井、平川、平野の寄せ、早めのタッチ、鈴木啓太切り返してからまた前線までつながりました。山田ファーサイドに田中、右に長い、今度は田中に任せる。田中の前イカンジン、そして田中は切り込んでいく、上げてくるのか。イカンジンに当たってキーパー高木が抑えました。森本を狙ったボール、坪井の対応、平川も加わりました。ゴールラインを割ればベルディのコーナーですが、鈴木がエリアを出て追いついた。そしてトゥーリオ、ここは大きくクリアです。今鈴木がゴールマウスに戻りました。鈴木啓太この位置、レッズ前線の2人がボールの前、右に長い、田中はファーサイドからスーッと、今ペナルティアーク付近だ。長いまた行くのか、自分で行くのか、同じ鉄は不満と上村切っていきました。平野、小林義行、小林大吾、小林義行、外平野、相馬が前線に顔を出します。中央森本、ファーサイドにワシントン、ワシントン手を挙げた。平野はワシントンに遅れない。小林大吾、ワシントンもう一度手を挙げた。小林大吾、ワシントン狙い、トゥーリオが体を入れました。相馬、山田拓也前を向きます。ワシントンが右に開きます。ワシントンちょっと戻ってもらった。ワシントン縦に森本、コースを切られましたが、森本こぼれてきた、前を開けようという動き、スルーパス通りません。ルーズ、山田が寄せるが、その後をかいくぐって田中達也、これはオフサイドフラッグ上がらない。田中達也エリアに入った。田中が切り返した。5点目、後半に入って2トップ揃い踏み、浦和レッズが止まりません。
どうした東京ヴェルディ1969、これで2試合で12失点目。先ほどは永井が、そして今度は田中達也が、ここも自分で粘りました。今日はここまでこういったシーンをなかなか演出できなかった田中達也、もどかしさの鬱憤を晴らすかのように最後の最後まで行きました。4点差ありました。戸塚さん、あそこは永井もファーサイド待っていましたが、そうですね、その前にそのハーフウェイラインの、まあ、レッズの陣地ですね、はい、ほとんどの選手が入っていて、で田中達也だけポツンと浮いてたんですね、ハーフウェイラインの手前からですからね今、はい、田中さん、はい、ブーフバルト監督、ゲルト・エンゲルスコーチとともに何回ジャンプしたか分かりません。もうすでに勝利を確信しているんでしょう。今ももう表情はほぼ笑顔という状態ですね。そして一方アルディレス監督、今の失点後すぐ戸川選手を呼びました。ここも4対3、5対3ですからね。山田が持ってスペースがちょっとある、引きつけて平川、右足監督、失点をしたゴール前にもう視線を送っていません。呆然自失です。東京ヴェルディ完全にスペースを与えました。山田もこれは相手のプレッシャーほとんどなくボールを出せましたよね。ベルディ・ワシントン、一矢報いることができるのか。森本も絡んでいく、山田拓也も行きますが、サントスがこの山田のケアは前半からきっちりとしています。あ、しかしベルディ、これコーナーを取りました。スタメン起用のこの森本、山田、アルディエス監督の期待に何とか応えたいんですが、得点を奪う前にずるずる失点を重ねている。ここのコーナーはどうでしょう。ここも1本目早かったのは長いです。さあ上がりを待つのか。あーっと、ここは鈴木啓太ためを作りましたが、読まれていました。ボールベルディです。イカンジンが持つ、一旦下げます。前線に森本を狙ったボール、平川の頭が入りました。小林義行、胸のコントロール、森本が前を向いてエリア、縦を切られたが森本倒れた、ホイッスルはありません。前節ガンバ大阪のあの失点を重ねるシーン、まるで VTR を見ているようです。ベルディ前を向いて相馬、ここも切られます。もうレッズは引いています。相馬から小林義行、小林義行から相馬、外を回る、小林義行エリアに入れる、ワシントン胸コントロール、懐を使いましたがゴールマウスの左。森本と今ワシントンが言葉を交わしています。田中さん、はい、得点ラッシュでタイミングが少し遅くなりましたが、ハーフタイムのコメントをお伝えします。まず東京ヴェルディアルディレス監督です。全体的にもう少し高い位置でプレーしようと、そしてサイドからクロスを入れてチャンスを作っていこうと声をかけています。レッツのブッフバルト監督、我々がゲームを支配し早い時間帯に得点チャンスを決めることができた。後半はヴェルディも攻めに出てくるだろうし、厳しい45分になる、引き締めていこうと声をかけていましたが、もうブッフバルト監督、拍手が止まらないといった状態ですね。そのレッツは鈴木啓太、正面こぼれたところ、オフサイドフラッグが上がっています。これは永井、田中ともにオフサイドでした。ボールの触った永井のオフサイドを取っています。鈴木啓太のシュートは高木の正面、ショートバウンド、難しいボール、この永井のポジションオフサイドでした。さあレッツがまたボールを取った。田中達也が一人かわしに行く。ここは長谷部フォローしきれませんでした。
平川がボールを持ちます。一旦下げてトゥーリオ、坪井を飛ばしてもう一度平川。戸塚さん、アルディレス監督のハーフタイムの指示、高い位置サイドというキーワードが出ていましたが、まあ、ただそのね、それを後半仕掛ける前にね、先にレッズに失点しまい、しましたからね、もう選手の頭の中ではもうパニック状態でしょうね。一人一人がその整理がついてないままこうグラウンドに立ってる感じですよね。はい、田中さん、はい、ベルディ戸川選手が今準備をしています。交代するのは小林義行選手です。ボランチの小林を下げてディフェンダーの戸川を入れてくる模様です。アルディレス監督、ベルディは山田拓也、ハーフェイラインを越えてレッズ陣内に入っている平野、狙うか左足、いいシュートではありました。ただ先ほどの森本といい平野といい、やはりディフェンスライン、さらにはボランチの前から今シュートしか打てないというのがベルディの現状なんでしょうか。ここでまず最初のベンチワークはアルディレス監督です。32番のボランチ小林義行に変えてディフェンスの戸川ということになりました。戸川を入れて林健太郎を1列前に出すんでしょうね。戸川は前節はスタメンです。ディフェンスの真ん中にいました。この戸川を小林に変えました。その戸川はやはりディフェンスラインの真ん中に入りまして、4番の林が小林義行の位置に入りました。これによりまして戸塚さん、何が変わってきますか、ベルディの方は。やはり中盤でね、林健太郎にそのゲームを作ってほしいということなんでしょうね。小林義行もだいぶねその疲れが溜まってて、運動量が多い選手なんですけどもね、今日はなかなかそこへ顔を出せなかったですからね。そうですね、イカンジンが行きます。田中達也、イカンジンをかわす、ファールはありません。どうする、戻した、コースが開く、高木も出た、引きつける、ガラーキマウス、7点目、キーパー高木の飛び出しも裏目。ベルディは2試合続けての7失点目です。ご覧のお聞きの歓声は 100% レッズサポーターです。国立競技場、田中がかわして今度は人に任せました。最後平川、やはりこのシーンですけどもね、もう体完全に最初入れてるわけですから、はい、これはもう気持ちの問題ですね。やはりプロとしてね、やってはいけないですよね、こういうプレーはね。何かもう6点目を失った段階でのツケというものが、イカンジンをはじめとしたディフェンスの、これはオフサイドフラッグです。ポジショニングに現れていたような気がします。そして何かまだまだ点を取るんだというこの田中達也の気迫が今のシーンに出ていたのかもしれません。やはり一つのミス、二つのミスがですね、この J リーグプロの世界だと、はい、全部失点にね、こうつながっていくんだというようなことですよね。相馬のクロス、中央で切ったのはトゥーリオです。ここはベルディのコーナーになりました。今日はスタメン起用、森本もいます。国立に強いワシントンもいます。なんとか1点を返して流れをつかみたいんですが、ベルディ左からのコーナーは小林大吾が蹴ります。こぼれ球に絡むのはやはり長いです。レッズボールになりそうだ。1枚中をサントス、そして右サイドを鈴木啓太ですが、ボールは上村が取りました。今オフサイドフラッグです。オフサイドのルールが若干変わりまして、オフサイドポジションに人がいるときにパスを出した瞬間にはフラッグが上がっていたこれまでですけれども、このオフサイドポジションにいるプレーヤーがプレーをした時点でフラッグが上がる、若干タイミングが遅れました。このルール変更、ちょうどこのルールに乗っ取った形、山田に対してのフラッグが高々と上がりました。選手はね、そのホイッスルがやっぱりこうなるまでね、プレーを続けることもやっぱり大事になってきますね。
上村から1列上がった林健太郎、小林大吾、このコントロールちょっとミスするとすぐに寄せてきますレッズ。そしてボールを取りました長谷部、山田にチェックを入れながら下がりました平野。ボールはベルディに、林健太郎から小林大吾、ワシントン入れ替えて前を向く、ファーサイドに森本、3人つく、坪井が行く、サントスも行く、鈴木啓太が3人目、相馬が粘る。これはゴールキックです。田中さん、はい、浦和レッズ西谷雅也選手が呼ばれました。交代するのはサントス選手です。左サイドの中盤、サントスを西谷に変えてまいります。ブックバルト監督です。サントスは前節はフル出場という形でしたが、この交代は戸塚さんはどう見ますか？いや、先ほどね、ちょっと怪我気味なプレーがあったんですよね、ベルディの、ペナルティーエリアの中でね、はい、大事を取ってということでしょうね。西谷はこれがシーズン初出場ということになります。このタイミングで西谷を投入してまいりました。前を向いてレッズです。田中達也切り返す、つくのは上村、ここは上村の勝ちです。ボールはベルディに移ります。上村から相馬、上村先ほど変わりました戸川です。中央は伊勘神、山田拓也、伊勘神、ベルディポゼッションはしていますが、レッズがもうバランスよく引いています。ここをどうこじ開けてくるのか。戸川から上村、外に相馬です。相馬の前すぐに平川が立ちはだかりました。相馬キープしながら縦、森本の前に坪井が入りました。もう一度前線、すぐにこの前線の田中や永井、そして山田といったところにボールが入ってしまいます。戸川のファールになりました。レッズボールです。このレッズ1試合7得点というのは最多得点タイということになりました。過去は96年6月の柏戦、そして昨年の8月のこのベルディ戦ということになっています。ベルディはレッズにこれで2度にわたる7失点ということになりました。先ほど変わりました12番の西谷が1人だけボールの前、長谷部が今エリアに入りました。今回はトゥーリオは入っていません。ペナルティーエリアの中、西谷のキック、ドンピシャリは坪井の頭、キーパー高木の正面でした。ワシントン胸のコントロールから前を向きたいところ、ボールが足につきませんでした。どうでしょう戸塚さん、7点取られた前節のガンバ戦、これはもう取りに行ったから仕方のない失点でしたが、はい、今日のベルディは戸川も入れています。何か違う戦いのような気も、ね、アルベルス監督の動きを見ているとするんですが、はい、この状況ベルディはどこから始めていったらいいでしょうか。やはり選手がですね、全員が同じことを考えてこのサッカーをやっているように見えないんですね。一人ずつ、悪い言い方をすれば自分勝手にこうサッカーをしだしている、自分のところにボールが来た時だけ頑張ろうぐらいのなんか気持ちに見えんですよね。やっぱり永井がまたエリアの中だ、中央、そしてファーサイド、さらには3枚詰めている。永井また粘るのか、永井、平川です。ボールを見送ります。自分たち の, その、はい、チームメイトがですね、ミスをした時にこうカバーを、ね、し合うっていうようなね、そんな気持ちがこう表に出てこないですよね。山田です。縦空いています。左から西谷が入れる、あーキーパー大ハンブル、田中角度はありませんでしたが、それより何より今の高木のプレーが気になります。どうしましたか。これも集中力ですよね。髪をバッサリと切りました高木、気合は入ってると思うんですがね。田中さん、はい、ベルディは前節のガンバ戦の時にこう苦しい時に誰かが声を出すという選手が一人もいなかったということを練習場で話していたんですね。
それで今日はもう必ず声を出し続けるということを選手たち言っていたんですが、ただ今ピッチサイドにいてもほとんど声を出している様子を見ることはできなくなってしまいました。これ高木さん、例えば声を出すんであれば誰あたりというのはチームの中でもある程度雰囲気はあるんでしょうか。やはりね、キャプテンの、ね、山田がねやっぱりチームを引っ張っていかなきゃいけないですよね。今日はスタメン起用の山田ですけれども、まあ、もちろん林にしてもね、そのもうベテランですからね。鈴木啓太、ボールはまたレッズです。本当はここまで来る前にね、はい、やっぱりそのグラウンドの中に入っている選手が何かを感じてやはりねこう仕掛けなきゃいけない、そういう部分というのがねちょっとこう今日のゲームにはなかったですよね。またレッズです。完全に防戦一方です。東京ヴェルディ長谷部から左サイド西谷、中央田中が待っている。西谷は切り込んでくる、狭いところ戻します。長谷部です。平川が1枚右、ここは鈴木啓太です。その平川に回します。中央3枚、長井、田中、そしてファーサイドは西谷、平川スルー、田中達也そのまま狙っていきました。山田ここはゴールライン逃れました。コーナーになりました浦和レッズ。ここもゴール前までずるずると攻め込まれました。この高木、今日は7回ゴールネットを揺らされてこれが2試合連続ということになっています。もう高さのあるトゥーリオエリアには上がりません。ポジションを入れ替えながらファーサイド気味、長井が待ちます。長井が頭で折り返す、坪井の前、もう一度直接狙っていきました。キッカーの山田に戻ってきたボールです。田中さん、はい、我々列交代があります。岡野選手が呼ばれています。交代するのは田中達也選手です。今日1ゴールの田中達也、ベテランの岡野正幸と変わります。これで2試合連続ゴールということになりました。田中今日1ゴール。田中としてはどうですか。できれば90分というところもあるんでしょうかね。もう本当にね自分の気持ちよくねこう、プレーができたと思うん でこの交代もね、まあヴェルディには失礼ですけれど もう勝敗はねもう決まっている感じがしますからね。下がった後の田中達也はブッフバルト監督と両手のひらを合わせまして、そしてブッフバルト監督が一言声をかけて田中達也の肩を抱きました。納得の交代です。田中達也、ベテランの岡野がフォワード前線に入りました。ホイッスル、レッズの選手が2人倒れています。1人は長谷部、もう1人は鈴木啓太のようですか。ダブルボランチが倒れています。ホームのヴェルディが7失点、前節はアウェイ万博で7失点。中断明けの2試合だけに戸塚さん、これちょっと気になる連続の大量失点ですよね。そうですね、まあ、チーム選手同士のね、なんていうんですかね、こうコミュニケーションっていうのはね、こうちょっとこうないような感じ。先ほど高木さんがおっしゃってましたけども、はい、やっぱりその選手同士での声の掛け合うっていうのはね、やはり本当はサッカーのグラウンドの中ってうるさいはずなんですよ。その辺がないっていうのはちょっと考えられないんですけどね。前線にいとも簡単にボールがレッズの方は入っていきます。逆にヴェルディはあれだけそのフォワードの選手に簡単にボールを触らせてはいけないと思うんですけれどもね。そうですね。上村の後ろにつくのが岡野です。
岡野がそのままスローインです。この辺りもチェックがない。山田がボールを持つ。山田信久、岡野正幸、中央長井、ファーサイド西谷、フラッグが上がりました。岡野に対してのファールだったんでしょうね。相馬のファールを取ったようです。レッツボール。今日はボールの前、永井が1ゴール、下がった田中達也が1ゴール、中盤の右、平川が2ゴール、長谷部が1ゴール、山田も1ゴール、田中マルクス・トゥーリオ1ゴール、キッカーは西谷、高木こぼしている、右足のシュート、なんでもないボール、高木のハンブルが続きます。ヴェルディのこの落胆ぶりを象徴するようなプレーなんでしょうか。高木、ボールは相馬です。森本引いてきて、李冠仁ワンタッチでワシントン、トゥーリオが切ります。李冠仁から林、もう一度李冠仁、山田拓也、もうレッズを引いています。ボールの前には8人の滝、ヴェルディ、平野から相馬、相馬の外を平野、相馬そのまま入れてくる。森本の変化、内立が切りました。今日スタメン起用の森本あたりは一つゴールネットを揺らしました。戸塚さん、ヴェルディはこれまた火がつくんでしょうけどね。そうですね、なかなかいい形で前を向いて前を開けたシュートチャンスを迎えられないこの森本。このまま失点を重ねていくのが怖くてディフェンスの修正面を加えるのか。やはりヴェルディの真骨頂、攻撃というものをここまで来たらこだわっていくのか。また高木が出ています。今のも危ないですよね。あれだけ高木が出なくてはいけない場面なんでしょうか。そのこのピッチの、ね、状態っていうのを、ね、もう少し頭に入れてないと、はい、ワンバウンド目かなりこうツンとこう伸びますからね。オフサイドエリアにいた岡野はプレーの意思を示せませんでした。高木から相馬、上村、李冠仁、グラウンダー森本、森本まだボールをキープ。この辺もね、もう周りが全然その何ですかね、あのサポートに行ってないですよね。そうですね、相手が寄せてくるということは森本はフォローが欲しいはずですよね、はい、上村、鈴木啓太がボールを触る。これがタッチ終わりました。ヴェルディボールです。昨年のこの戦い、ヴェルディ、まあ、確かに波はあったんですが、天皇杯というところで一つ2005年に向けてはワシントンが前を向けるのか。まだボールはヴェルディキープです。ワシントン前を向く。あの天皇杯の戦いを見ていると2005年はヴェルディやってきそうだなというものを感じましたよね。そうですね。李冠仁入れるボール、森本ファーサイド、あの天皇杯チャンピオンのヴェルディと、それから今ピッチに散っている選手、レッズに選手交代があります。はい、酒井選手が入ります。アウトするのは長谷部選手です。今日長谷部にもゴールが生まれています。今シーズン2ゴール目はこの試合のレッズの大量得点のろしを上げる一発目。前半の8分、今日の長谷部いかがでしたか。いや、もちろんね、あの彼から の, その展開力、それとあとチャンスメイクっていうのはね、やはり光った、なプレーでしたよね、はい、レッツも昨シーズンはステージ制覇をしまして、今シーズンはと言われている中で初勝利まで6試合かかって、スタートダッシュには戸塚さん、確かに失敗した感がありました。そうですね。ただここに来て
まあ、エミルソン合流というものが遅れてはいますけれども、完全にこのエミルソン抜きでですねチームには火がつきましたよね。はい、まあ、一つはねディフェンスが安定してきた、それと、まあ、エミルソンなしでも、今日これだけね、はい、点を取ってるわけですからね、これ非常に次につながる自信になるゲームですよね。浦和レッズのエミルソンはまだクラブと連絡が取れない状態です。音信不通の状態が続いています。いない人のことを考えてもしょうがない、これが浦和レッズの関係者のコメント、一応に口が揃っておりました。ただこれは逆にこれエメルソン戻ってきてもちょっと出場機会がどうなのか。ボールはワシントンだ、中央森本ワシントンがまだ粘る、鈴木が体をかぶせていきました。やはりこの辺の、まあ、レッズのディフェンダーのその集中力のこの高さとね、まあ、ベルディのそのディフェンダーのなんていうんですかね、こうちょっとこう気の抜いたプレーっていうのとね、こう差がもうはっきりしますよね。そうですね、やはり体を張ってそのワシントンにそのシュートを打たせないと、はい、そういう姿勢がねやっぱりプレーにはもう確実にこう現れてますね。今シーズンここまで得点ランキング2位につけているワシントン、今日はほとんど仕事をさせてもらいません。平川、長井、岡野、ポストになりきれない。しかしボールをキープは浦和レッズ。この辺りがあのベルディとの差のように今日は感じま す、ね、酒井、こぼれ球をことごとくその近くにいる選手が拾えるのがレッズ、はい、そしてボールを持っている選手を孤立させてしまうのがベルディ。相馬です、縦が空いている、この後どう崩す。相馬ハーフェイラインを越える、左小林大吾、右に森本、その森本です。さあ森本スペースがある、どうするんだ。ワシントン、ワシントンが真ん中で手を挙げている。森本えぐるえぐる、森本上げてきたボールはコーナーキックにつながりました。今日スタメンの森本貴之、まだ自らのスタメンで今シーズン負けはありません。小林大、山田ちょんと出して相馬、ボール足つかず、あーっと相馬ファールです。カードが出そうです。相馬、ベルディの7番相馬貴人にイエローカードです。この試合最初のカードになりました。自らのミスでいって、自らのファール、先ほどの異感じもあんなようなファールがありましたし、何かこのベルディのフィールドプレーヤー11人がちょっとずつ本来の出来じゃないのかなというところですかね。いや、そこにはね何かあるんでしょうけどもね。田中さん、はい、まあ、当然といえば当然なんですが、両ベンチの方ももう明暗がくっきりと分かれています。一つ一つのプレーに拍手を送るレッズベンチに対し、ベルディのベンチの方は先ほどのコーナーキックを取った時も拍手一つまあ起こらないという状況ですね。コーチ陣監督ともに一言もまだ声を発していません。ただこの状態を逆に2試合連続ですので、戸塚さん、ベンチからこう何か声をかけてですね、何かこう次につながるところをベルディには見つけてほしいと思うんですが、アルディレス監督はご覧の表情、もう7失点重ねる前からほとんど失点のシーン、ゴール前に目をやらないようなアルディレス監督。平野です。2試合連続してね、こういう、まあ、得点差っていうのは、まあ、やってる本人たちもね初めての経験でしょうからね。ボールは長い、つくのは平野、しつこく平野がついていく。長井がまた粘っていく。異感人からボール、林健太郎、ベルディが取りました。今のは平野が粘った、そしてベルディがボールを取った、そんなシーンです。小林大、グラウンダーをワシントンに、ワシントン追いつけそうにありません。レッズは鈴木啓太、入れ替えて途中で変わりました7番の酒井です。内立て、酒井、外に西谷です。酒井もう一度内立てに戻します。長い、酒井、面白いようにねボールはつながりますよね。どんどん前線まで行ってしまいます。トゥーリオ、ワンタッチでボールを離して、ボランチ鈴木啓太、平川、
相馬縦を切りますが、これも通りそうだ。ベテランの岡野、戸川が岡野の前に体を入れました。レッズのくさびが半分以上は前線に通るという、そんなサッカーがこの時間帯まで続いています。ここもスペース余裕がある酒井、下がるのは永井、グラウンダーで山田、永井レッツキープ、そして縦に岡野のもたびはこぼれてきませんでした。さあ平野です。ベルディ平野がどうする。ここで周りが全然動いてないですからね。パスコース動ないですよ、ね、探す動きを相当平野が重ねてますよね、はい、相馬平野ワンツー、しかし対応平川、そのまま上げていきますが体勢は苦しい。森本ワシントンエリアの中、相馬は中を見た、右足こぼれ球、岡野が猛然と突進をしていく。国立がどよめきました。諦めない野人岡野、この時間帯山田も行きます。これだけ大量得点リードをしていても、スピードで突進をしていくレッズと、そしてその突進に対してスペースがなくなってきて、ちょっと危ないような雰囲気を感じるベルディ。そうですね、対照的なこの両サポーター。さあワシントンが行くのか、中央森本、ワシントンも森本も決して運動量があるないわけではありません。ただ後ろとの滑らかさは全く感じません。そしてディフェンスになると、ディフェンスタイムですぐにボールを運ばれます。コーナーは右から続きのパッチング。ここももうボールの前にはベルディ3人しかおりませんが、鈴木啓太が大きな展開、高木がまた飛び出そうというところ、ボールが伸びすぎてここは助かりました。小林大吾、山田拓也、ちょんと浮かせた。さあ森本が、坪井が前に体を入れました。しかしここはコーナーにつながりました。森本のプレー、確かにコーナーは取れているんですが、ゴールは奪えていません。右からのコーナーです。流れれば非常に苦しい展開ベルディ、セットプレーはどうでしょうか。ワンタッチでまた前線の長いつくのは戸川、ファーサイド上がってきました酒井、岡野もスーッとスピードを上げる。その岡野が上がるタイミングまで貯めることができませんでした長井。手元の時計は残り時間5分を切ってまいりました。国立競技場ホームベルディが大量7失点、未だ無得点。平野入れ替えた、前を向く、どうする。酒井が前を切りました。平野ちょんと左、相馬に通るか、折り返せるのか。相馬飛び込んでいきましたがゴールラインがありました。ベルディの選手11人にはもう疲れの色が色濃く出ています。完全にメンタルをやられてフィジカルにまで影響してきている、そんな状態でしょうか。これただ戸塚さん、明確にこの2試合連続の7失点というものの原因をですね、はい、残り時間で克服しておかないと、ちょっとこの後6連戦7月ということになりますから。そうですね、あとはですね、これ次につなげるためにはですね、何が原因なのかっていうのを、もちろんそのコーチ監督含めてですね、選手たちが感じてないとまた同じことを繰り返しますよね。小林大吾は中を見ました。左からイカンジンの仕掛け、イカンジンキープ、エリアには送れない。つくのは西谷、イカンジン西谷、レッズはそこに2人いるんです。ベルディは1枚なんです。そうなんですね、守るのはレッズ、攻めるのはベルディ、特に点が欲しいのはベルディのはずですが。山田、林、エリアの中、
前を向く小林大吾、えぐる、送る、森本か、その前に続き、何か両チームのその今の勢いというものをゴール前での流れに明暗くっきりという感じです。これはゴールライン割りそうです。レッズのゴールキックと変わります。アルディレス監督は何を考えてこのピッチを見ているでしょうか。次のゲームに向けて課題を克服しなければいけない。現状のピッチには全く言葉を発していません。上村から、これはもう戸塚さん、とりあえずもう今日のゲームではなくてまた次に向けてだというふうなところなんでしょうか。もちろんそうでしょうね。鈴木啓太、レッズです。あとはそのアルディレス監督が言う、まあ、指示をですね、はい、選手がどういう気持ちで聞いてるかなんですよね。ただそのピッチ内での声があまり出ていないというところになりますと、平野キープ、相馬、ワシントン中央、森本ファーサイド、ニアに小林大吾、相馬がえぐる、ワシントン待っている、山田拓也、打たない、コーナーになりました。ベルディ1点でも返して次につないでおきたい、このベルディの大切な残り時間です。一人一人は絶対におかしいと感じているはず。それを一つのゴールに結びつけたい。コーナーは何か見ていると11人自分だけで修正できないというのをみんなが感じている、そんな雰囲気ですかね。いや、そう思いますよ。なんかチームメイトなんですけども、なんか非常にこう他人のような感じが、空気、そんな感じだと思うんですよね。例えば誰か一人のミスに誰かがこう叱咤激励をするような声かけもないですね、はい、そんな雰囲気ですよね。上村から森本、ここもボールを失った、フォローがいません。ベルディ、ここで戸川です。山田、戸川、平野、大里、相馬、ワシントンは手を挙げています。相馬から平川に読まれています。相手の想定範囲を超えるものがベルディのプレーには、そうなんですね、全くありませんね、はい、今ロスタイムに入りました。 7-0 で終わってしまうんでしょうか。ホーム東京ベルディ1969、ロスタイムは2分です。この森本、セットプレー一つゴールネット揺らせるのか。ファーサイド森本、追いつけない、ボールをそのまま見過ごしました。ゴールキックに変わります。ワシントンも森本もよく走っています。運動量はあります。汗はぐっしょり。ただどこがおかしいのかわからない。誰を攻めるわけにもいかない。そんなベルディの11人が後半ロスタイムに入ってもピッチに散っています。2試合連続の7失点。ディフェンス遺憾時、林健太郎、小林大、レッズはまだ足が止まりません。速いプレッシャーは前線からいきます。遺憾時、キーパー高木に戻します。誰も行ってないですよね。そうですね、森本だけが行きますが、あそこのエリア一人でプレッシャーを前線がかけてもあまり効果はないですもんね。平川から岡野、そしてボールが戸川と岡野、1対1。高木からワシントン、ワシントン懐を使う、外森本、左にいるワシントン、自ら立て、坪井が切りました。倒れているのはワシントンです。トゥーリオがボールを外に出しました。今
今のシーンです。ワシントン、ここは森本も左サイド外に開いていたんですが自ら行こうというところ、無理をして倒れました。この森本もワールドユースから帰ってきてですね、各クラブでスタメンに名を連ねる選手が出ている中で、前節はリザーブスタート、このスタメンには期するものあったでしょうにね。そうでしょうね。森本自身の動き、戸塚さん、このゲームの印象はいかがですか。やはりね、チーム自体もね、あんまり良くなかったんですけどもね、やはり森本の欲しいボールっていうのもね、やはりそんなにいっぱい出てきたわけじゃないですからね、やはり彼としてもこう不満が残る、やはりゲームだったと思いますね。ベルディの中で森本が欲しがったボール、これは具体的にはどんな質のボールだったんでしょうね。やはり簡単に言えば前を向いてプレーできるボールですよね。今日は後ろを向いてもう一つ前を向く手間のあるボール。そうですね、やはりそれもゴール前で、より相手のゴールのそばでね、ボールを触る機会っていうのは本当に少なかったと思うんですね。立ち上がったワシントン、一度ピッチの外に出されました。ベルディがスローインでレッズにボールを返します。そしてここで試合終了です。圧倒的なレッズの攻撃力、どうしたらいいかわからないベルディの11人、結果は7点差がつきました。浦和レッズは今シーズン初の7得点完封、ベルディは中断明け2試合連続の7失点ということになりました。いやー戸塚さん、はい、まずホームベルディから伺っていきましょう。そうですね、やはり、前節の、7失点 の、 そのなんてショックがまだ全然こう抜けきれてない、自分たちでどうしていいのかこう分からないまんま、今日もピッチに入ってしまった、そんな90分でしたよね。対するレッズ、こちらは連勝ということになりましたが、そうですね、本当に前節は、逆転勝利を収めて、今日ですからね、本当にこう上昇気流に乗っている感じですよね。 J1 の第14節国立競技場、東京ベルディ1969と浦和レッズ7対0、浦和レッズが東京ベルディを下しています。